お元気ですか？谷村新司です。いよいよ近づいてまいりました4月の国立劇場と大阪フェス、ここに向けてのリハーサルがもうすでに始まっております。久しぶりのバンドメンバーやスタッフたちとあなたが笑顔になってる、そんな空気を想像しながら、楽しく真剣にスタジオで練習を続けております。さあ今日もあなたと一緒に明るく元気にラジテレ始めてまいりましょう。さて、今日のテーマは夢のその先です。夢のその先、これ聞いたなと思う方、実は今回の、ザ・シンガーサブタイトルが実は夢のその先というタイトルをつけております。50年目を迎えた今年、これからのテーマも考えながら、作品作りをしていた、1月の末、この中で、生まれてきた作品のタイトルが実はこの夢のその先でした。実は今まで自分が書いてきた詩の中で、まあ、600曲近い詩の中で、たくさん出てくる言葉っていうのが実はあるんです。で、それを探してくれた人がいまして、いっぱい出てきた単語っていうのが実は2つあって、それが風、そして夢なんです。おお、そう言われてみて初めて、あ、風と夢ってたくさん書いてきたなと、改めて自分でそう思ったりしております。